は最後に食べる。どうでしょうか皆さん、あげてください。丸松どうぞ。分かりますよね、好きなもの最後に食べるのか最初に食べるのか。ちなみに私どっちかな。私は好きなもの先に食べちゃうタイプですけどもね。あのまあ私のことはどうでもいいんですけどもね。という感じで皆さんここまでね。はい、ではえちゃんさん決めました。好きなものは最後に食べる。最後に食べるだったら丸ね、違うんだったら×です。いきましょう、ではお願いします。じゃ丸。丸×の方ごめんなさい、座ってください。えちゃんさん好きなものはこう残しておくんですね最後に。はい、なんか弁当食べる時にも、はいはい、一番美味しいものを最後に、で食べながらそれを見てもなんか気持ちよくなるまたあれが残ってるからねそんな感じですよいや最初に食べることもあるんですけど、はい、大体あの最後に食べる方だと思うんですね、はい。じゃあ例えばお弁当の中で最後によく残してるものって何があるかな。お弁当だったら梅干しとか。梅干し大好きだから。梅干しを最後、だってご飯はこんなにあるのに梅干しあの一つあるんじゃないですかね。それを最後に、はい、酸っぱいのに、はい、酸っぱいのに大好きですよ。梅干しだけで食べるんですか。梅干しはご飯と。あ、ご飯とね、はい、ご飯と。へえ、そうなんだ。梅干し本当美味しいですからね。じゃあこのぐらい、どのぐらい残ってるのかちょっと手を振っていただいて。結構いらっしゃるね。2階席も3階席もいらっしゃいますね。では行きましょう、次の問題。日本のアニメで声優をやってみたい作品は名探偵コナンだ。丸か×かどうぞ。名探偵コナンね、人気のアニメでございますけども、声優をするならやっぱりコナンだと思っている方、思っているじゃないかと思う方は丸、いえいえ例えばドラえもんなんじゃないかなとか思ってるって方は×ということですね。ではゆちゃんさん決めました。はい、決めました。それでは正解をどうぞ。じゃあ×です。丸の方ごめんなさい、おかけくださいね。お、ちなみにどんな方、どんなアニメの声優なら面白そうだなと思います。いや声優って考えたことはないんですけど、やっぱあの僕ワンピース好きだから。あ、うん、そっか、大好きですよ。最近やばいんですよ。最近やばいんですね。でするんだったら、するんだったらまあワンピース、はい、誰か、はい、なるほどね、ということでございますね。じゃあ立ってらっしゃる方どのぐらいいるかな。あ、結構まだいらっしゃいますね。さあでは次の問題いきましょう。問題どうぞ。時間を止める力、未来を見る力、選ぶなら未来を見る力だということですが、これ考えちゃいますよね。皆さん考えてください。ではいやこれ難しいね。じゃあ皆さん直感で決めてください。どうぞ皆さんあげてください。時間を止める力が欲しいのか、未来を見る力が欲しいのか、後者だったら丸ということですね。さあでは皆さんここまでね、丸×分かれました。ではいちゃんさん正解をどうぞ。じゃあ×にします。×ということは丸の方座ってください。時間を止めるのがいい。いやいや、時間止めるのってあんまりあの好きじゃないけど、うんうん、だってあの未来をもう分かるんだったらちょっと力が抜くみたい、そんな感じになるかもしれない。そっか、さ、はい、未来もう分かってるから。確かにね、はい、なるほど、分かる分かる、意味分かる、確かにね、うんうん、分かりました。ということでどのくらい残ってらっしゃいますか。お、結構いらっしゃいますね。さあ次の問題どんどんいきましょう。問題。透明人間と瞬間移動の能力として欲しいのは瞬間移動の方だ。透明人間か瞬間移動か、能力で欲しいのは瞬間移動だ。これどっちも欲しいけど迷うね。皆さんならどっち、ね、ゆっくり話す時間はちょっとないんですけどもね、聞いてみた、うん、どっちかな。私どっちかな、瞬間移動かな、どうでしょうかね。じゃあ皆さんあげてください。どうぞ。うん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 、瞬間移動の方が丸ですからね。ではゆちょんさん正解をどうぞ。じゃあ丸にします。もう丸の方が正解で×の方ごめんなさい。あ、やっぱり透明人間よりも瞬間移動の方が魅力的ですか。そうですよね、子供の頃からあのドラゴンボール見て、あの孫悟空がこういう風に瞬間移動するんじゃないですかね、うんうん、それを見て憧れてて、はいはい。瞬間移動今できるんだったらどこに行きたいですか。
いやー今ですか。今はどこにも行かないんですよ。今はやっぱりここ時間を止めたい、今はどこにも行かないんですけど、多分終わって行きたくなったら、終わって今日このイベント終わって行きたくなるとしたら、マルトミンですね。ねえ、じゃあマルトミにしましょう。マルトミにしましょう。じゃあもし透明人間にもしなれたらどこ行きたいですか。透明人間になったら、すごくなんか気分よくなるかも。だから、だって誰も僕のことを見えないから、ちょっと安心な気持ちができるかもしれないですね。そうなんですね、そういうこともあるわけですね。ということで、では今どのぐらい経ってらっしゃいますか。お、結構たくさんいらっしゃいますが、ここで問題ではなくじゃんけんに切り替えたいと思います。じゃんけんはやはりゆちょんさんと同じものを出した人が同じね、心が通じ合ってるんじゃないかということで、勝ち負けのじゃんけんではなくて同じものを出していただくということになりますよ。じゃあ立ってらっしゃる皆さんね、頑張ってちょっとゆちょんさんと同じものを出していただきたいと思います。ではいいですか。じゃあ今ちょっと手を挙げてくださいね、じゃんけんするからね。あ、じゃんけんですか。あ、そうそう、じゃんけんなんです。あ、ごめんなさい、聞いてなかったね。すいません、数えてたんです。数えてた。はいはい、今20人ぐらい。あ、20人ぐらいでした。ありがとうございます。私が数えないといけないね。一応さんが数えてくれておりました。じゃあ大体その20人ぐらいの方ですね。いきましょう。最初はグーでいきますか。はい。いきましょう。じゃあ、ゆちゃん。同じものを出した。同じものを出した。人が残る感じね。はいはい、わかりました。せーの。じゃあ、最初はグー。じゃんけんぽ。パーパーの方残ってください。それ以外の方座ってください。パーの方今何人いるか。ちょっと手、パーを振っていただいていいですか。9、10、11、12ぐらいいるかな。11人か16人いました。すごい目がいいのね。そんなに結構いらっしゃいますか。わかりました、16人、はい、16人ね、はい、いきましょうか。いきますよ。じゃあゆちゃんさんお願いします。せーの、最初はグー、じゃんけんぽ。グーです。グーの方が残ってください。あー、そこパーですね、ごめんなさいね。もうグー以外の方はおかけください。え、いないんですか。え、グーの方いない？いるよね。特に、あ、グーだけどパーでバイバイしてるってことですよね。そうね、そういうことね。じゃあ、1。え？え？なんで？え、あ、出ました。ちょっとじゃんけんよりもこっちに目がいってしまいました。すごいです。いろんな写真があるのになぜそれを持ってきたかっていうね。なかなかのセンス。勘弁してください。じゃあちょっともう一回数えましょうかね。まずあれ、はい、ね、2階席3階席の方こっちから見ますよ。立ってる方はちょっと手振っていただいてもいいですか。そうそうそう、いいですね。1、2、3、振っていただいていいですか。3、4、こっちね、いらっしゃいます。1人いらっしゃいますね。 4、 下は5、6、7、8、9。え、9人います。9人います。7、8、9。あ、10人だって。ん？ 10 人。10人。10人なんだって。わかりました。じゃあもう一回じゃんけんしましょうかね。この10人で頑張っていただきましょう。では、いちょんさん、どうぞ。せーの。最初はグー、じゃんけんぽ。パーです。パー。あ、あっちの方パーね。パーね。そして、ちょっとパーの方。今じゃパーの方、ちょっと大きめに振っていただいていいですか。ごめんなさいね。ちょっと、1。2、3、4。ちょっと待って、引き出し多すぎませんか、あなた方。6人だって。6人ですか。6人ということで、6名の方にはゆちょんさんのポスタープレゼントします。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今の6名の方にはスタッフがこれから走りましてポスターをお届けしますので、その場で、お持ち帰りいただきたいと思います。ということで、丸バツクイズでした。ありがとうございました。さあ、ということで、ゆちょんさん、じゃあおかけいただいてよろしいでしょうかね。さあ、続いてでございますけども、続いては何でしたっけね。次のコーナーはこちらです。
ゆちゃんと一緒にゲーム、ファンの描いた絵でクイズ。さあ、このコーナーは昨日はなかったんですけども、ちょっとそうですね、ゆちゃんさん、はい、ちょっとあのキョトンとしておりますけども、何をするかと言いますと、はい、あのこれから、あ、イーゼル出てきましたね、画用紙も出てまいりましたけども、ここで抽選をしていただきまして、6人の方を、はい、ファンの方を、お後ろをつけて、ありがとうございます。6人の方を選んでいただいて、 A、B の2チームに分けます。そしてお題を私が出しますので、お題を見て3人1チームで3人で1つの絵を完成してもらいます。はい、そうで、あの、あのお客さんが、お客さんが描くんです。はいはい、そうで、ゆちゃんさんはお題をまず見ないで、最後に何を描いたか当ててもらうと。はい、わかりました。そうなんです、はい、で当たった数が多いチームが勝ちで、素敵なプレゼントがあるということになりますよ。はい、やってみたい人、意外と少ないのね、みんな頑張りましょう。そうですね、証拠もらったんです、ね、あんまりこういう機会ないから、ね、近くでできるしね、近くで会えるし、自分で描いた絵をゆちょんさんが見て何の絵かを当ててくれるなんてこと一生ないかもしれないですが、当たるといいですよね。手を挙げた方にね、やっぱり当たりたいですね。はい、アリーナ席です。 B4 ブロック15列の11番の方いますか？いらっしゃいます？いらっしゃいますか？ステージにお越しください。どうぞどうぞ。はい、続いて、あ、これもう引いたやつね、はいはい、じゃあ2人目です。2階スタンド H、 2階スタンド H ってどのあたりかな？2階スタンド、あーあっちですね、向こうの方が思いっきり、あ、先のあの、ああ、あのエリア、ダメだ1列です。1列16番の方、 おめでとうございます。そのか、え、違います、今だけ閉めたんです、ね、あの写真の方々じゃないですよね、1列ね、よかったんですね。1列16番ね、はい、次です。2階スタンド B、 スタンド B はどこですか？スタンド B どこ？あ、あちらです。スタンド B の4列5番の方いますか？おめでとうございます。さあ次行きましょう。アリーナ席です。 C3 ブロック、 C3 ブロック1列11番の方、 C3 ブロック1列11番の方、どこどこどこ、いらっしゃいます？どのあたりかな？ C3 ブロック1列11番、あ、いらっしゃいました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。次の方は5人目ですよ。アリーナ席です。 C4 ブロック、 C4 ブロックの11列2番の方、 C4 ブロック11列2番の方どこ、いらっしゃいます？あ、悲鳴が聞こえたからいるってことね。おめでとうございます。おめでとうございます。最後ですね、最後ね、はい、最後ですよ。最後の方は、お、2階スタンド H です。スタンド H、 あ、またよ。あ、もしかしてあの写真持ってる人だったらどうします？いや、あ、違う、違う、違う、大丈夫、よかった。1列1列の14番の方、1列14番の方どこどこどこ、あなたよ。さあ、ということでこちらの6人の方々にはステージにお上がりいただきまして、33で A チーム、 B チームに分けて、チャレンジしていただきたいと思いますよ、はい、じゃあどうでしょうか、ステージの方にね、じゃあ皆さん揃いましたかね、まだかな、まだね、じゃあちょっと上がってきてる間にゆうちゃんさん練習してみませんか。練習、どういう風に練習したらいいんですか？練習、どういう風にやるのか練習で、要は3人でやるから、ゆちゃんさん一人につき10秒だけ時間がもらえるんですね。なので一人ずつですよね。一人ずつ、はい、でゆちゃんさん10秒描いて、で私10秒描いて、はい、で最後にまた10秒描いて一つの絵を完成する。はい、ちょっと練習してみますか。はい、やってみましょうかね。じゃあ、はい、じゃあ私たち描いてみんなに何の絵を描いたか当ててもらいましょうか。はい、じ
じゃあいきましょうか。それじゃあゆちょんさん、まず10秒で書きます。音楽スタート。